源頼朝の死後、息子の頼家が地位を継いだが、政治は有力御家人の合議で行われた。こうした中、北条時政は有力御家人の比企能員を滅ぼし、頼家を幽閉。頼家の弟の実朝を三代将軍に置き政治を主導、地位を確立していった。